りやるのか。やる、本気か。もちろん。しかし決めたことだ。陛下の顔は悩んでおられる。日本は魂を失いかけてるんだ。でもなんでお前が。これが僕の使命なんだ。入間、お前なんで今度の試合に出ないんだ。はい、やる気が起こらないんです。何、相手に不徳だとでも言うのか。違います。でも市内じゃ限界があって本当の力は出ないんです。真剣でやりたいってわけか。そうです。それじゃあ母校はどうなってもいいのか。お前の試合は負けると分かっていて自分さえよくらそれでいいのか。そういうやつはもういい。帰れ。帰って頭を冷やしてこい。はい。帰れ。失礼します、堀中尉殿。剣道の三段だそうだな。なかなか先が楽しみなことだ。はあ。仲間と帰ったのか。はい。何人いるんだ。20人です。まあ座れ。しかしどうやって。一息に一晩で財界の黒幕を片っ端から片付けて日銀に火をつけます。夜明けに戒厳令を引いて陛下に大権を開始するんです。しかしお前たちは断崖の上で昇る日の前で輝く海を見下ろしながら自決するのです。中尉殿には決してご迷惑はかけません。で誰をやるんだ。10人やるとすれば長崎公爵、新川男爵、松平子爵、その半数なの。斎藤師匠一人に絞れば。倉原武助、あいつ一人やれば日本は良くなる。で俺にどうしろというんだ。激文散布のために飛行機を一機、そして変電所爆破のためのダイナマイトを手に入れていただきたいんです。で武器は。刀だけでやります。ギリギリのところでは刀一本でやるべきなんです。しかしお前ら学生に真剣が使えるのか。何かあったんですか。計画は中止しろ。バレたんですか。いや、だが危険だ。実は急に満州へ飛ばされることになったのだ。俺なしではとても。じゃあせめて飛行機だけでも手に入れませんか。いや無駄だ、中止するんだ。でもそんな。お前たちの大事な命を無駄にしてほしくないんだ。肉体の死を恐れることなかれ、精神の奴隷こそ。その志は立派だ。だが頼む、中止すると約束してくれ。
それと俺の名は一切出すんじゃないぞ。分かったな。飛行機もダイナマイトも手に入らなくなってしまった。もう軍とは縁が切れたんだ。軍人なんて今やみんな財閥の犬なんだ。だからもう会う必要もなくなってしまった。わかるか、何の目的もないんだ。君たちにやってもらうことも何もないんだよ。だから帰ってくれ。どうした？これだけ言ってもまだ分からんのか。計画は中止だ。もう何の望みもないんだよ。分かってます。じゃあ君らは命を懸けようというんだな。何の期待も希望も持たずに。何もないかもしれないんだぞ。はい、はい。我らは純粋に身を挺して邪心歓喜を払わん。一つ我らは同志相助けて国難に赴かん。一つ我らは万死をとて維新の礎とならん。金曜夜10時だ。しかし万一の場合に備えていつでも決行できるように準備するんだ。いいな。何か意義のあるものは個人的都合でもあれば。死ぬと決めたものに個人的都合なんてありますか。よし、いいな。じゃあ倉原手付近の地図は。セリカーか。そうだよ。かけろ。お前腹減ってないか。いえ。何か取ろうか。いえ、いいです。他に共犯者がいるのか。いません。しかしお前は剣道三段だそうだが、こんなことやるより剣道に専念しておれば、あそこで俺と愉快にお手合わせができたものを。今稽古してるんですか。君らは若いから純粋すぎるんだよ。ただもうちょっと気持ちを抑えればいいんだ。いや、ほんのちょっとでも抑えたらもう純粋ではなくなってしまいます。そんな完全に純粋なことなどありえないよ。あります。純粋に生きるということは血しぶきで一行の詩を書くことなんです。まあ落ち着けよ。死に急ぎすることだけが全てではないんだ。陛下とて人の命はかけがえのないもんだと思っていらっしゃる。
君の思想は悪くはない。ただな、もうちょっとだけ手段を和らげればいいんだな。本気で扱ってください。僕の思想が間違ってなかったら結婚させてください。でなきゃ皆と同じように拷問されるべきです。困ったやつだね。拷問してください。なぜ？だから儚いやつが拷問される。お前みたいに何もかも喋りたがるやつはその必要はないんだよ。Instant the blade tore open his flesh. The bright disc of the sun soared up behind his eyelids and exploded, lighting the skies.